皆さんこんにちは。ちょっとうるさいんですけどね、7月9日、月曜日かな、火曜日か、今日火曜日、お母さんが呼んでんだけどね、子供たちはね、もう勝手にね、自分たち遊んでます、うん、おっぱい、あ、お母さん来た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 、お母さん知ってるけど、子供たちはまだね、私のこと気づいてません。ね、ちょっと今うるさいのはね、ちょっとあの先日のコンサートのね、編集をちょっとね、あまりほとんど編集してるんですけど、ちょっとね、あのあまりにもちょっとミスっちゃったところをカットしたりとかね、ちょっと編集したりして、これからできたらアップロードしたいんですけど、その編集してるんでね、ちょっとうるさいんですけど、すいません。子供たちはね、こうやってね、この崖でね、遊んでるんですよ。ここはね、遊び場であり、その生きていくためのね、その練習場なんですね。こうやってね、今日で7月9日なので、もう10日経ちましたね。10日目ですね。で、実はですね、どうもこの2人ともね、男の子なんですよ。男の子。でね、前途多難です。本当に前途多難です。もう今はね、まだ10日目なので、可愛い可愛いでね、本当に食べてしまったらいいけど、可愛いでね、それ住んでるんですけど、男の子はね、大変なんですよ。猫でもヤギでもそうなんですけどね。生きていくのは大変でね。要するに、すぐ大きくなっちゃってね、角生えてね、乱暴になってね、もう、扱いが難しくなるんですね。で、この男の子のヤギたちはね、運命としては、大体はね、お肉になっちゃう、お肉。お肉になっちゃうか、あるいは去勢されてね、去勢されておとなしく一生過ごすか、あるいはその運が良ければね、なんていうんですかね、その種を残すためのその種ヤギとしてね、生きれる可能性も少しあるんですけど、ほとんどはね、お肉になっちゃうか去勢するかなんですよ。で、私もね、本当にもう可愛いと思ってるんですけども、これからのことをね、ちょっと真面目に考えてあげなきゃいけなくてですね、角も生えてきちゃうしね、角も生えてきてるし、すぐ大きくなってね、乱暴になっちゃうし、だからもう大変なんですよ。で、今ね、私が感じてることは、やっぱり命っていうのをね、こうやって引き受けたからにはね、どこまで自分でね、責任持てるかなっていうことをちょっと自分でね、自分に問いかけてます。去勢してしまうことも可能ですが、できればしたくありません。でもね、こうやってすぐ大きくなっちゃってね、もう押すやぎになっちゃいますからね、ちょっといろいろ考えてますけど、でもね、自分なりにできるだけ責任を持ってね、この子たちをの命をね、全うさせてあげたいと思っております。はい、いろいろ脳書きを垂れてますが、本当にこの子たちはね、可愛いですよ。で、今どこから撮ってるかというとね、自分の部屋からね、窓から撮ってるんですけど、ちょっと崖になっておりましてね、ちょうどそのヤギたちのね、いい遊び場兼訓練場、練習場なんですよね。ここでいろいろと訓練しながらね、どん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 大きくなってます。まあ、そのところでね、今日のカセラモのレポートで、今鳴ってる音楽ね、今編集してこれからねアップロードしたいと思いますけども、もういろいろありましたけどね、いろいろ突っ込みどころいっぱいですけどね、まあ、全体としていいコンサートだったので、これからアップロードしてね、皆さんに聞いていただければと思います。ということで、あ、お母さんヤギがね、寂しがってますよ。子供たちはね、勝手に遊んでるんでね、おっぱい飲んでほしいんだけど、そのところです。はい、うちの裏山、ずっとね、ここから100メートル上までね、うちの土地なんです。もう牧場にしちゃおうかなというふうに考えてますけどね。まあ、なんかこれから人生面白いですね。はい、以上です。ありがとうございました。